Hello everyone, I'm Uday Garai, CEO of Synspective. So I'm so happy to announce that our second SaaS online streaks beta successfully reached its target orbit. というわけで今、前回とはガラッと変わって、朝の打ち上げということで、やっぱりこう朝だと車上も綺麗でいいですね。そうですね。はい、朝になったのはあれですよね、そのエルタンっていうね、赤道を通過する時間を全く変えてしまったので、はい、今回はベータ以降の1号機、2号機、3号機、4号機、5号機含めたコンステレーションの、ことを考えて軌道を選んだということで、そういう意味でもロケットラブが選ばれた理由なんですけど、デディケーティッドローンチ、我々の衛星だけを打ち上げるということで、我々の希望通りに打ち上げてくれるということがありますね。毎日同じ場所から、同じ場所をですね、同じ時間に観測できるという、これまでにないサービスを提供できることになりますね。こういったソリューションを本当提供するためにはあれですよね、やっぱり30機というコンステレーションを作らないとタイムリーにやっぱりそういう災害の場所に行けないとか、観測できないところもありますので、早く、それを実現しなきゃいけないですね。そうですね。来年さっき その同じ軌道面内で、5機でもアルファ入れると6機体制みたいな感じになるので、そうすると1日1回全世界のデータ提供できるようになるので、1日1回データの提供できるようになると、かなり、使える幅が広がるんじゃないですか、ね、上りと下り合わせれば1日2回あそうですね、ます、はいはい、そうですね。でそうなってくると、多分今まで、大型年生で、そうだな、1週間以上の、期間に1回しか取れないとかっていう話だと、いろんなそうですね、インフラに使うにしても、そうだな、都市計画とかに使うにしても、災害対応にしても、全然不十分で、何かしらのスナップショットでの調査にしか使えないっていうような感じだったと思うんですけど、1日1回以上できるようになると、日時でのいろんなオペレーションで、例えば地下の大規模工事を毎日見ていくとか、ですね。洪水が起こった時も、遅くともその1日以内、24時間以内に見ていくことができるとかって話になってくるので、だいぶ使い勝手がございます。そうですね。我々のそのベータ以降の軌道っていうのは、先ほどの回帰軌道ということで、もう定期的に観測するということをすごく大事にしてて、定時の変化を見ていこうと、これが、多分今までない、そのソリューションを生み出すんじゃないかなと期待します。あ、ちょうど今フェアリングが映ってますけど、よく見るとフェアリングの先っちょのところに少し出っ張ったところがあると思いますけど、はい、ありますね、はい、これが我々の用のスリックス用のスペシャルなフェアリングですね。ちょうどあの部分が、フェアリングと衛星が干渉してしまうので、あそこだけ出っ張りを作ってですね、干渉をしないようにしてくれたという、これは前回の打ち上げの時にも説明しましたけど、この辺がロケットラブ、素晴らしいですね。さっさと対応してくれるそのフレキシビリティというのは本当にすごいと思います。いやいや、すごいね、綺麗だな。これ雲ってあんま影響しないですか、打ち上げに。この薄い雲は影響しないですね。もっと厚い雲だと、雲の中 その粒子が影響することがあるので、分かって、マックスマックス9、マックス9っていうのは高度10キロから12キロぐらいで、最大動圧っていう意味ですね。これは、そこで、ロケット機体にかかる荷重が一番大きい時点、ということで、それを過ぎればロケットはほぼ、非常に危ない時期を過ぎたということになります、ね。あ、ここで、1段が分離しましたね。カメラビューも新しいよね。第2段着火、素晴らしいですね。右に、あれですね、後ほど分離されるバッテリーパックが、ね、なるほど。電動式のターボポンプなんですね。これは珍しいです。珍しいですよね。雲がなければ南極見えると思うんです、ね。おお、なるほど。だから差が必要なんで。あ、なるほど。そりゃそうですね。これで見てわかりますね。これ光学衛星だとほとんど見えないじゃないですかって感じ。そうですね。このまんまですもんね。多分光学衛星だと写真を撮るって感じなんで。いかに地球に雲が多いかってわかりますよね。はい、全てうまくいってよかったと思います。はい、ありがとうございます。